お疲れ様です。あなたを幸せにしたいんだってね。まあ、とってもいい言葉じゃないですか。あの、この国っていうのは、あなたから始まる。こんな概念もありましたよね。やっぱり私たちが、我が祖国、この国っていうと、なんか天皇陛下の顔とかね、それとか、なんか軍産風王たがとか、そういうものは思い浮かばないわけですよ。どうしても身近な友人ですとか家族、こういったものが我が祖国となり、そしてその背景にある山々や、綺麗な小川、 こういいったたものを守りたいなそしてできれば自分たちの子供子供じゃなければ子孫こういったものにこの美しさとかこの国の優しさ豊かさを傷つけずに伝えていければいいなって思いねこれが何かねこの国を守りたいってことなんじゃないかなと思うんですよでこの国を守るためには目の前にいる人が不幸であってはいけない泣いていてはいけないだからこそあなたを幸せにしたいって気持ちが普通と湧いてくるのかなと思うんですよね で、今あそこまでね逼迫した状況に私たちの暮らしはないといえばないのでじゃあ今日中に命を懸けないといけないことがあるかって言ったらまあそうでもないですよねだから穏やかにいられるところがあります逆に言うと危機感を感をじない部分もあるんですよ。でもこのまま3年5年10年経ったらやばいなというふうに気づいた人はあなたを幸せにしたいだからこういうふうな悪い法律が通ることを見逃しちゃいけないんだよっていうふうに 呼びかけててくれてるまあそれは、ね、いろんな人が気づいてるでしょうけどもまあ私にとってみたら山本太郎さんがそのうちの一人になっていたかなともちろん自己責任って言ってね今のこの国の体制支配階級の中でうまく渡っていける人はまさに自己責任で自分だけが逃げ切ったりとか海外に移ったりとかしてああよかったって言えると思うんですよでも私はどうしても自分がどこか別の国に行って豊かに暮らせたとしても 以前同じような場所にいた人の顔がちらついてしょうがないんですよね例えばロスジェネ世代として私も苦しい日々を送ってきましたそこでこの中の誰かが浮かばれたら残りのやつを引き上げてやろうぜっていう風な誓いまでは立てなかったけどもお互いにそういう風な期待はしたんですよねで今私がこういう風な暮らしになってね人を引き上げてもいい立場になったわけなんですよおせっかいかもしれませんけどもでも 現実今まで10年間ね引き上げてこれた人が何人かいたかなと思うときに自分でも力になれたなと思いますよねだからこそ余計に山本太郎さんが自分の人生をね投げ打って誰かのために何かをしようとしているところに共感するところもあるしなんか人ってその魔に合わないことすするんですよどういうことかっていうと自分の損得抜きに誰かのために何かをしたいっていう衝動に突き動かされるんですよね まあだから、あの、計算外の感情っていうものが残ってるのかなと思うんですよ。うん、まあ中にはね、やっぱりこう、洗脳っていう言葉を使って、人を攻撃する、まさかバカにする人もいますよ。でも、吉田さんが言うように、洗脳っていう言葉を使いたくてしょうがない。つまり、洗脳っていう言葉に洗脳されてるんですよね。そう考えていくとね、ちょっとこう、まあ使わしとってやろうか、みたいなね。自由にさせてやろうかと思います。そしてそもそも、人って恵まれていたらね、 別に私みたいな動画を見に来てそこで集まってる人をバカにするっていうことにはなんないと思うんですよいやおせっかいにも誰かを幸せにしたいっていう気持ちだったらねお前ら洗脳されてるんだとかねもっと税金高くなればいいんだみたいなこと言わずにやっぱりこう心に寄り添う余裕はあるのかなと思うんですよでもアンチな書き込みをしたり攻撃的な発信をするっていうことはねやっぱり自分の暮らしが恵まれてなくって誰かを貶めたくてしょうがないんですよね まあそういうふうに思うしかないかなと思ってます。だって満たされていたらわざわざ私みたいなね動画見に来ないですからね。だからといって私がこうやってね満たされてない人をなんかこうゴキブリホイホイみたいに集めてるのとは違います。私は自分の心に思うことを発信してそれによって一つは動画更新っていう楽しみをねやってるってこともあるしあの私は社会生活が遅れてないんで。 つまり人との関係がないんですよね。YouTube のコメント欄だけが唯一の人間関係なんで、社会参画の一環として、えー、届くところに思いを届けたいなってところがあるわけなんですよね。うん、まさに、その山本太郎さんが、あなたを幸せにしたい。もしかしたら私の動画があることによって励まされたりとか幸せを感じる人がいるかもなと思ってるんですよ。で、実際コメントにはそういうのが大半並んでますから。で、ほんと一部なんですよ。あの、私の動画が不愉快に思えたりとかね。それから私の動画を攻撃せずにいられないような。 まあそういうね、根性の曲がった人はで。根性の曲がった人は当然いますんで、その人を別に差別するつもりも、揶揄するつもりも全くありません。私もどっかは曲がってるでしょうしね。まあ、あの野菜でも、その曲がりって言って、こう、ちょっとひねくれたやつって、あんまりスーパーに並ばないんですよ。でも、何にも強制されずに、自然に育った形、それがまさにね、曲がりだと思うんで、まあ、自由な、伸び伸びとした姿で曲がったりね、 どっっか風通し悪くなって傷んだりとか人間ってそういういいもんじゃないかなとだかかとだらその傷んだところとか曲がったところをね指さして論破して笑っていい気持ちになるよりもお互い痛いところあるよねとそこをやっぱかばいやっていこうかねそれがだからあなたを幸せにするってことじゃないかなと思うんですよ、うん、だからあなたを幸せにするっていう方法はいろいろあると思いますけども少なくとも人を貶めることとか人を洗脳された人間扱いするとかっていうことではなくって弱いところに寄り添ってね同じ とは言わなないけども似たような弱みを持つ者同士大きな言葉で言うと人類ってものでね私たちはつながり合っているんだろうなっていうふうにそういうふうに思えることじゃないかなと思うんですよ。まさに自分の愛する人のように見ず知らずの人もこうね幸せを願うことができればなと思いますよね。だからあのこうやってね吉谷さんとのやり取りの動画を上げてる中であのいちいちね ケチつけに来る人って本当は一番気の毒なななんじゃないかなと自分のことを分かってくれる人がいない自分の言葉を聞いてくれる人がいないだから見ず知らずの私たちみたいな動画にケチをつけに来るんだろうなと思ったら、まあ、せめてねあのその人のためにもやられ役で会ってあげようかなと思いますねどんどん攻撃してくださいあの攻撃しても私はへこたれませんのでただあの私のことをねバカにしたり私の言葉の上げ足を取ることによって 気持ちがスッとするんだったらそれでも私はあなたを幸せにしたいと思いますよじゃあいってらっしゃい